原理っていろいろあるんですよ。で、あの稽古やってないと分かんない原理っていうのはいろいろあるんだけど、まあ口で言うとね、彼はなるべく離した中心からへそからなるべく離した方がいいので、自分はなるべく近い方がいいので、 お互いに離れてるとこういうふうに回ってくるんだよね。するとここを壊すとかそういうことになっちゃうから、自分は中に入れてるの、自分はこの手は中に入れることが大事。それからこの手はなるべく近いと引っ張り込まれちゃうから、彼の力を使わさないためにはこうやって出してた方がいいの。そしてね、あの彼は遠く自分は近くっていうことが大事だろう。それじゃないとこうやってすごい力が必要なんだよね。でもこうやってやってさ、こうやって出してきて、こう自分がこう近づいてきちゃえばすごく楽なの。あの手の力いらないから。でそういうことも考えてほしいのね。だからあんまりこういうふうにせっかく持ってきてくれてる相手がいるんだから、で彼はもちろんこういうふうに引っ張り込んでくるとか、いろいろあの、まあ、この手を使ってくるとか、そういうふうにしてくるんだけど、その時の原理っていうのは自分の体側に近い、それから彼の体側にから離した方がいい。だからこうやって見せて、あーって自分が安定してて、それで体側に近い、体側ってこうね、そうすると力いらないの、これ全然。だから そういうふうにやってほしいのはね、そういうことまで考えてほしいの。こうやって離れてる、そして自分がここで回ったらきついんだよ。だから近いんだよ、こうやってそれで近いんだよ、自分のへそに入ってるんだよ。そういうふうにやった方が力が抜けるからっていうことね。じゃあもう少し四方投げやって、あのそういうことを感じて、姿勢が曲がっちゃうと中心から、自分の中心ここなんだけど、離れてるよね。離れてるってことは体側から離れてるってこと、こういう位置でやってるってことだから良くないの、あんまり。だからそれだったらこう近づいちゃった方がいいの。近づいちゃうと姿勢がまっすぐになって、終わったら姿勢がほらこんな離れてるんだよね。でもこうやってやってこうやってくれば、自分が、まあ、少しは体があるから離れちゃうんだけど、なるべく中に入れたいの。こういうに離れてるのと同じ、姿勢が悪いってことはこういうふうに離れてる。だから姿勢も大事なの。姿勢ってのはまっすぐだから、こう中心立ってる、で真下この足の間ってから重心がこういうふうに乗っかってるところ、で真上は真上だ、姿勢も良くするってことね。あのそれも大事。そういった、うん、そういう話で、こう離れてるんだ、離れてる。でも姿勢をまっすぐにしてこういうふうに入ってくれば、姿勢まっすぐなの。これがこういうふうにやって、こうやってだから離れてるままだから、そういう話ね、そういう話。そしてじゃあどうしようかな、こう持たせてやってるの、持ちに来るところこうやってるのはすごく楽、あ簡単っていうかな、割と楽なの。そういうところがボカってこうやって殴ってくるとか、突然ここからここに出てきてすごく嫌だとか、こうやって打ってくるとか。それで2番目としては、こうやって打ってきた時に彼が決断して打ってくる時にこういうふうに出してる。それは楽こういうふうにね。でもこの手来るでしょ、まあ、この手に行ったらこの手が来るの。だからこの時にこの手に行かないで、この手に行かないで、自分が変わってこういうふうに、自分が、まあ、転換だったらあちらへどうぞって、こうあちらへどうぞってそういう形はしてるのね。でまっすぐなるべくで、内側に入るんだったらこういうふうに入ってるの、なるべくまっすぐ、あんまり遠くにこういうふうに、これだと全然中心ずれちゃってから、こういうふうに入って、そしてこういうふうに入ってるの、まっすぐ。
で内側に入るのと外側に入るの、外側に入るのはこういう形で、内側に入るのはこういう形で近いっていうことね。 それで入り身投げの稽古ね、入り身こうに入ってきたらこう、そしたら足をついで、そして上がってきたらまっすぐ近いこっち入ってきたら、こっち入ってきたらこう来て、こういうふうに入ってきて、上がってきたらこうまっすぐ近い近い、こうじゃないよ、こうね、近い、そして近い、まっすぐ姿勢まっすぐ、あんまりこういうふうにやらないやると離れちゃうからね、離れちゃうから、こう来たら自分がこう近いの近いの、こう近いの近いの、ここ近いの近いの、そういうふうにやってほしいんだよね。じゃあ入り身投げじゃない、入り身投げの稽古でじゃあ少しやってみましょう。いろいろ原理あるって言ったんですけど、あの途中で止めるとこの手が力残ってるとこういう反発とかもらっちゃうの。だからいなくなって力を出し、この手は出し切っちゃった方が本当は楽なのね。こう打ってくんだけど、ここ打ってくるので、こっちも打ってこないし、こっちも打ってこないの、必ず自分のところに打ってくるの、こういうふうに。それでこの手はあの途中で止めないの。それから途中で止めてこういうふうにいったら絶対ぶつかっちゃってダメなの。だからこれを避けるってこと、そして受けてこうね、こう受けてんの、これ加速してんの、加速して自分がまっすぐしてんの。だからこっちの時もそう、こっちの時も加速してんの、加速、これ打って、なんていうのかな、止めてないの、こう止めてないの、こう止めてないので、こう打たせちゃってんの、打たせちゃってんの、打たせちゃってんの、こっちへ。その間にスルスルって自分がいい位置、姿勢でまっすぐ入っちゃったの、そしてこういうふうに変えてきたから彼がこういうふうに来た、入ってきたんだよね。そういうふうにやりたいのねそれで標的見せないと、標的見せないとここ来そうとしてるとダメなの。だから標的あ、ここ打ってくださいねって合図してるってから、うわで、ここ打ってくるんだよ、必ずここ打ってくるので、その打ってきた、上がってくるんだから、上がってくるんだからその間にいないの。そして打たしちゃってポカってやってんの。そういうことまで考えてやってほしいんだよね。それから姿勢とかね、あのいろいろ言いましたけど、まあそういう話だから、そういう話だから、こう来たらここ止めないで打たせちゃって、それで打たせちゃって、それで自分が安定して、あ、いいよ、起きてきて、それで起きてきてリカバリーしてくるから、その時に自分が入ってるって。でリカバリーする時もここにいたんじゃやられちゃうの。リカバリーしてくる時にこういうふうにガチッとこう持たれちゃうの。だからこう落としてきたら自分の中に入れてんの、中にここに入れてんの、ここにこっちに入れてないので、ずれてんの、ずれてる、こうずれてんの。そしてほら、資格ずっと資格もらってんの、もらい続けてんの、僕はね、そういうふうにやってんの。だから彼が主導してるって感じね、主導してる。そしてあ、まあそうだ、で上がってきたらね、こっち来れば入り、あのしなんだっけな、あの、一挙だよね、一挙で、こっち上がってきた時にこういうふうに出てくれば一挙、そういう形にしたいのね。でこうに来てこう来るのもあれだ、あの潮投げだじゃねえ、入り身投げなんだけど、こう上がってきた時にこういうふうに出てくるので、ここ競ってる限りダメ、これ競った瞬間にやられちゃうから、だから競わないで、ここもらってるって感じ。場所取りゲームだって言ったんだけど、場所取りだから、こう上がってきた瞬間にここもらってんの、こういうつもりでやってんの、一挙で、こう来たらここもらってんの、ここ手関係ないの、手でこういうふうに向こうへ押し上げたらやられちゃうんだよね。だから
ここ上がってきた瞬間に入って、お場所もらってるって感じね。そういう感じで、じゃあ一挙少しやってみよう。みんなそうなんだよね。みんなしょうがないんだけど、こうやってみんなここ止めてんの。これ全員そうだよ、ほとんど。で、僕が言ったのはここに行かないで、こう場所をこういうふうにもらってんので、ここは全然関係ないの。ここ関係ないの。まあ、振り上げてきた時に僕はここもらってんの。振り上げてきたの大事よ。あ、ここに来たら買っちゃうから。だからこっちか、振り上げてきたらここ気にしないで、ここ受けないで、ここをもらってんの。ここでこの手やるでしょ。だからここよりも、ここが当たることよりも場所を取ることを考えてるわけ。だから振りかぶってきた時にここをもらってんの。ここだからこういうふうに入ってきたの。そういうふうにやった方がいいんだけどね。あの、だいたい癖でみんなこうほら押し戻せないんだよ、力あるんだから。で、押し戻そうとすると彼は下がっちゃうんだよ。下がっちゃってわーってなっちゃうんだよ。だから、まあ、振りかぶってきたら俺はここもらってんだよって。これね、手やだよ。これ手やだけどね、手やだけどここもらってる。そういうふうになる。2番目の重要点というか優先順位は、振りかぶってきたらここにいないで、ここにいたら当たっちゃうから、ここにいないでずらして、こっちでもいいんだけどね、こっちでもいいよ。でもここをもらうの。こっち来たらここもらうの。ここもらうの。ここ。そういうふうに考えてほしいのよ。んで、稽古方法はすごく難しいんだけど、一挙っていうのはだいたいここをこうやって、どうやって押し付けるかっていうか、崩していくかってことを考えちゃうから、じゃなくて一番上がってきたらここをもらうの。そしてここは気にしない。そしてこう場所を奪う。それだけなんだからね。だからそこを考えてやってほしいんですよね。じゃあもう少しやってみようか。もう少しやってみよう。みんな腕に来てるから、みんな顔に顔腕がかかった。ここにいたんじゃやられちゃうんだから、こっちずれるかこっちずれるかしかないの。それで2番目として、この手じゃなくて2番目として、この場所場所で、こう場所場所場所、そういうふうにやってんだよね。でも難しいんだよね。みんなそういう癖だから、だいたい振りかぶってくるとこの手なんとか処理しなきゃいけないと、2番目に振りかぶってきた瞬間にここの手をなんとかしたい、この手危ないと思ってるから、この手危ないとバーッときたやられちゃうんだよ、こういったらね。だからこういって、ここ、そういうふうにやってんだよ。難しいんだけどね。だ、振りかぶってきた時に、じゃあこういうのやりましょう。振りかぶってきた時にこういうふうに入るの。こういう振りかぶってあの関係ないの。ここ関係ないの。ここ関係ない。振りかぶってきた時にここ、そういうふうにやりましょう。そうすると分かりやすいから。あの、振りかぶってきた時は本当はずれてここなんだけどね、ここなんだけど、こういうふうに場所もらう。場所、振りかぶってきたら場所もらう。それだけ考えて、振りかぶってきたら場所もらう。場所、ここの場所。そういうことで、こう振りかぶってきてくれた時に場所もらう。そういうふうに、じゃあちょっとやってみましょうか。みんなここで競っちゃうから、こう競っちゃってここでカチ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 、競うんじゃなくて場所を奪うの。相手の場所を奪うの。だから指さした方が、こっち行くと、こっちじゃないの、こっちに方向じゃなくて、僕はここもらってんだよ。だから振りかぶってきたらここなの。そしてまっすぐ、ほら、まっすぐなの、まっすぐ。別にこの背筋力でこうやってカッてやっつけてないんだから、こうやって場所を奪ってるだけなの。上がってきた時にこういうふうに、こう、ただこれだけ。
だからそこのところ学んでほしいんだよね。じゃないといつまでたってもこうやって手の力でやるようになっちゃうから、相手の方に。じゃあどうしようかな。こうやって上がってきたら、上がってきたら2番目、この1番目、 2番目のところに足、ここ下向けてこう、2番目って2って2ってこれ、じゃそしたらこうやって上がって2ってこうに、2ってこうに、下場所を奪うって、そういう目的ね。でちょっとやってみましょうかね、みんなでね。じゃあやってみましょう、どうぞ。あのね、こう打たしたらここなんだよ、ここ横方向に行ったらまずいわけ、ま、こう横方向行ったら横方向でしょ。だからこうじゃなくてここなんだから、ここ。そして足を閉じてくれると自然と場所を奪う形になって彼は倒れるって、そういう形ね。で今、昔はいろんな稽古方法があって、こうやって打ってきたらこうこう、そして崩してこういう形だとかね、いろいろやったので。今危ないからあんまりやってないんだけど、足つかれちゃうからバーッと後ろに倒れちゃうからね、やってないけど、まあだからこう来たらここに行かない練習なの。ここに行ってこういうふうにやっちゃうからダメなんだよね。こうやって振りかぶってきた時にここをもらってんの。そして足が自由だったらこういうふうに入れるよ。そしてこういうふうに上げてくれば、ただ相手落としみたいになっちゃうのね。合力だから、合力、こう直接力じゃなくて、難しいんだけど、そういう癖、必ずコアが振りかぶってくればこうガッてこう受けちゃうんだよね。だこういう癖をなくさなくちゃいけないので、僕はこういうふうに振りかぶってきたらこう当たっちゃうんだよ。ここにいたら当たっちゃうの、決まってんだ。決まってるからこっち入って、でこういうふうに入ったの、ただそれだけなんだよね。まあいろんな稽古方法があるんだけど、どうしようかな。まあそういう話ね。じゃあどうしよう、廃墟としてやるか、 やめた方がいいな。怪我させちゃったら困っちゃうから。まあじゃあこうやってこっち入りましょうか。こうやって足自由で、これも下、上下ね、上下、こっち足自由、上下、ここに行っちゃうの、パーって、ここをなんとかしたいから、じゃなくて、こうね、こう、手は何にもしてないよ、相手はこういうふうに入ってきたわけ、上下、意識が上下、こう入ってきたら上下。じゃあこれをやってみようか。じゃあ少しやって、彼はここを狙って打ってきてくれるのを分かってるんだから、ここにいたらやられちゃうんだから、こっち入って、でこういうふうに下に落としただけで、離れてるとやられちゃうんだよね。だからなるべく近いの、こういうふうに打ってくるんだけど近いの、そしてこういうふうに入ってる、近いの、それができるように上下の動き、この自分の近くて上下で打ってくるんだけど、そのままこう一挙でもそうこうやって受けたらやられちゃうの、こうやってこう来ちゃうんだから、だから戦の時は振りかぶってきたらこういうふうに出て、ここは関係ないの、そして自分が場所もらってこういうふうに場所もらってるだけ、ここは何にもしてないの、ここみんな癖でここで競い合うんだよ、こうあったかったかった、これ間違ってっから、振りかぶってきた時にこう関係ないの、ここ、そして場所もらってんの、そういう風にやってほしいんだよね。でこれができるようになるといろいろこう変わってくれば、こういう一挙とか、一挙じゃない、なんだ、小投げとかさ、近くて何しろ標的見せないと話にならないんだから、こうやって標的から逃げちゃったら彼は横目で見てんだよね、俺の動きをね。だから標的見せて、ここに入ってんの、だからここに
ここにほら、そしてほら起きてきた時にこう自分の中に入れてるの。これ全てそう、全て技ってみんなそう。ここに打ってくんだから、ここで受けないの、受けないの。ここで受けないでこうさばいて受けてれば自分がこうなるし、ここに受けないの、ここに受けないの、受けないの、受けないの。そういう風にやってんだよね。で一挙の稽古もあるから、一挙の稽古はここ気にしない練習なの。ここにやりたいんだよ、やりたいんだよ。さっき言ったけど、こうやってくれば彼は後ろ下がることもできるし、ここでボカってくることもできる。そうそう、足とかね、来るんだよね。だからここは打たしといて、上がってきて打ってくるよ、打ってくるよ、その時に関係ねえよってやりたいんだよね、やりたいんだよ。その稽古方法は分かりませんけど、まあたくさん稽古していろんな人と相手やってると分かるから、上がってきたら自分は場所をもらうって、そういうつもりね、そういうつもりだけは同じだと思うんで、そういうことを、だから上がってきたら場所をもらう、でこういうふうに変わればこう、さっきの形ね、それからこういうふうに変わってくれば、こういう一挙の四方投げの形、いろいろあるけども、まあ、いずれにしても場所をもらうの、場所、そして場所を手でやらないこと、それは共通してると思うんで、じゃあ少し一挙の練習やりましょう。線の稽古と五の稽古を混同してると思います。五の稽古ってのは打ってきて、あーってこうなっちゃったからだったらこっちは入れないんだからね。こう正面打ってきたら、だから上がってきた時にここに出てるのが線の稽古。ここ止まってんだよ。こうやって出てんだから、これ止まってんだよね、これね。落ちてこないんだよ、落ちてこない。こうやって上がってきた時にこう出ちゃってんだから、ほら。それでここをこういうふうにほら入っちゃったの。だから線の稽古なの、これ。そしてこうやってきて、こうやってきたら次が来るの分かってるから、この線を外して、こういうふうに後ろに入ってきたっていうのが、五の稽古。これは裏の稽古。で、こうやって線で入ってね、こう裏入ってもいいんだよ、いいんだけど、五になっちゃったら裏しかないの、裏しかないの。まあそういう形ね。じゃあ呼吸法やりましょう。まあ稽古やらないとなんか難しいんだけどね。でこれはここで競わない練習なの。競ったらやられちゃうんだから、彼の方が力強いから、自分のこういうまっすぐなこういうなんていうのかな、最近やってるのはこう形ね、形こういう形、このままこれ線でもらってるんですよ。5で彼引っ張り込んできたらやられちゃうの。だから線でもらってんの、ほら線で持った時には崩れてんの彼。そしてこれはこっちに出していけないから、こっちにこういうふうにチェンジしてる。だからこういうふうに出して、これはもう形変わってないので、腰こうそういう形ね、こういうふうにしたら、これ変わってないの、ここの形、そういう形。じゃあやりましょう。